ゆきのちゃん、現地民で迷子です。玉城と書いて玉ぐすくです。玉ぐすくのメス大玉ぐすくのメスおメスどっちがいい、丁寧なおメスと、おメスもいいやなんやろな、メスとおメスやったらおメスの方が嫌やな、お丁寧に。このクリスタルをひらがなにするっていう決まってる、閉まってる、山頂のそば閉まってます。これおすすめやったの。うん、さあ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 、まだ、ね、え、営業中って書かれてるの。いや、空いてるよ。めっちゃ開けられてる。わかるね、清掃中かもしれない。紹介してあげて、ここがおすすめだよ。お疲れ様でした。ここおすすめ、ゆきのちゃんおすすめ。わー、つらたんの顔。ここおすすめなんや。でも覚えとこう、開いてますよ。もう沖縄の虫いちいちでかい。でかいね。三丁目そばでした。国際通りの近くです。さあせん。あ、グスク。どうしよう。ブラブラ行こうか。国際通りでおすすめなところってどこ？現地民玉城が紹介する国際通りに来るならここ。どこだろう。平和通りの商店街。うんうん、あ、やっぱりさっきのとこ。うん、あそこでネックレス買ったわ昔。あの白の貝殻が散らばめられたネックレス、ね、坊主の反り込みにそれをつけてたから。で、アロハシャツ着ててんやんか。ヤクザって言われた。ゴーヤチャンプルのなんかな、前な、漬物みたいなの出されて、これは珍しいからみたいな。で、でもごめん、あの、あれやねん、苦いのだあかんねんって言った。苦ない苦ないって言うねんけど、がっつり苦かったわ。薬かな思ったもん。ほんまに。だって味付けが、だってもうつけてるだけやからさ、素材の味を楽しんでくださいのやつやんそれ。じゃあ苦味しかないやんもう。渋かったで。土日が歩行者天国？日曜日だけ。あ、日曜日だけなんや。なんかいちいちおしゃれやもんな、やっぱり。なんかタクシーの運転手さんが、なんか米軍基地の中はめっちゃ安いでってとか。安い。あ、安い。あ、行ったことある？あれでもあれやねんな。自分だけ、自分からす入られへんねんな。なんかあそこで働いてる人とか、何か一緒で、一緒についてみたら。あ、いけるんや。いや、でも来るなら日曜日の方がいいな。うん、だって信号が稼働してないよ。ずっと回してるの。ずっと回してる。ゆきのちゃんが案内してくれてるから。
これ、あの YouTube のタイトルはもう玉城のメス沖縄ぶらり案内みたいな。メス？おメスの方がいい？おいらん。あのお祝いとかのおあるやん。あれ？お守りのおあるやん。あれの？あれにおメスで、おに女って書いておメス。いや。暑いわ。一体気温いつどれくらいあるんだろう。24、5あるんだな。やばいて。雪乃ちゃんのもう私服がだって物語ってるもん、あったかさ。25度。25度って。でも日差しが強いよね。あ、そう、明るさが。最近沖縄ステーキブームやな。ステーキやばい。No、なんかおっちゃんも、タクシーのおっちゃんもステーキ系よ、ステーキって言ってた。ステーキゴリ押ししてくれたよ。 A1 ソースわかる？何それ？ソース、あのなんかね、酸っぱいソース。またそんな系？ゴーヤ系？うん、酸っぱいソースってどういう酸っぱいな？野球部の物質みたいな感じ。野球部の部室のちょうどグローブの中の匂いみたいな。あの酸っぱい？その酸っぱい。絶対嘘やん。今確実にめんどくさなったやつや。